ではですね、横浜にいます。横浜港北、ニュータウンの近くですね。港北のインター今第三京浜ですね、降りたところです。この辺りでね、ニュータウンってことで結構ね、最近ね、ここに30年で結構いろんなね、あの新しい家ができてるんですね。結構すごいです。で、IKEA なんかも結構できてきたんでね、まあちょっと遠くから来る人も結構います。あと、東北の、まあ、健康ランド、温泉があるんですけどね、そこも結構ですけど、私よく行ってたんですけど、そこもすごくいいです。あと、横浜アリーナも近いんで、あと、日産スタジアムね、あと、横浜国際プールも近いんで、ここで降りて行く感じです。国際的な大会、プールのね、水泳の大会とか結構やってるんでね、結構人もご覧に来てます。あとは、車のディーラーもね、結構多いんでね、車屋さんも結構多い。中古車屋さんとかね。オートクラブ横浜。これ中古車屋さん。クラウン、セドリック。ではタイヤ屋さん、松の車こんなの大きいのになったんだ、知らなかった俺。今日混んでんねここ、最近多いね、いっぱい店できてるから、ね、すごいね。センター南とか、ああね、寒いね。イエローハットの写真を車や車の部品扱ってる、セリビアの上州屋、あとディーラーも結構あるんで、 BMW とかね、ボルボとかね、こういうようなディーラーがあります。見えた、これが究極ラーメン。横浜にこれからね、家系のラーメンで、豚骨醤油の家系のラーメン、究極ラーメンの横浜で行くところです。こっちにもつけ麺の専門店があるんですけど、自分は横浜が好きなんで横浜行くところです。これが横浜屋、すごい、来た。結構これ1号店なんで、ね、そうか、結構ちょっと古めですけどね。こっから拡大した感じです。今10店舗ぐらい横浜屋なんですけどね。